さあ皆さん、ああ待って、さあ皆さんいらっしゃいませって言おうと思ったら、早速会話ウィンドウが入った。イズミンです。さあ1年ぐらい経ちましたかね。いやまだ3日しか経ってないだろうって。ドラえもんさん、お客さんの日頃の感謝を込めてピクニックを誘いたい。え、いいの？お客さんを個人的に誘っちゃっていいんですか？そんなこといけない気がするんですけど。早速旅行会社に問い合わせてリストを作って、あ、作ってくれたんですか？ぜひ計画してください。え、いか、うちゃうちゃしていいんですか？お客さんと女の子とイチャイチャしていいんですか？くたばれって思われそう。お、ドラえもんの伸びたやないかい。この5人かいって。あ、まあまあ、てか大勢やな。大勢すぎん？さすがに大勢すぎん？いや、さすがにこんだけ大勢で行ったらあれでしょ。この ピクニックもあれ、あ、ピクニックってこんな大勢で行くもんなの？なんかもっと4人ぐらいじゃないの？あ、いいピクニックでした。本当に俺も、あ、俺もみんなで行けて楽しかったね。また行きたいな。俺も行きたかったな。ちょっと俺だけ置いてきぼりだったわ。ちょっと楽しい一日でしたね。いろいろ得るものが多くてよかった。なんか得たかなーって楽しい気分だけ。さあさあどうしよう。あーでも、あーでもお金得たか。いいね、お金得るのは。あー、どういうこと？関杉くんは戻ってきました。結果やいかに、ただいま。あー、そういうことね。どう結果。あー、ナイス。10ポイントでかい、10ポイントでかい。どっちをもらおう。いやー、どっちどっちどっち、こっちで。でかい方でしょ、パカ。いやね、F ね、多分ね、これ結構大事だと思うんだよね。お金も大事だと思うんだけど、もちろん。いや、セーブしよう、セーブ。あ、間違えた、間違えた。セーブしよう。いやー、どうするかな。ちょっとね、私利滅裂なこと言ってたら申し訳ないです。俺、いつもこんな感じなんで。いやー、どうしよう。お、お手伝いあるじゃん。あー、和菓子検定員。あー、やろうか、早速なら。ご招待するお客、席を選びましょう。お店を気に入ってもらえるのは魅力が高い席だという。あー、そういうことね。あー、待って、どうしろ、まあ。せっかくならもう堂々と真ん中でしょう。ここにする、OK。はい、OK。いやー、やること多いな。あ、ショップ。あー、ゴールド商店行こうか、ニューだって。あー、どうしよう。でもニューだったらどんどん買っちゃった方がいいよね。ドラ焼きの書だって。何、ナルトとか出てくんの？いやー、どうしよう。生クリーム買って、いやでも OK、 こんな感じで。他はまだあるよね、思い出。あー、そういうことか。 OK。 お客さん、アイテム誰か渡せる。あーか、あー、渡そう。雷さんに渡そう。あ、いいんじゃないの。あ、罰か。釣りは？あー、でも釣りも雷さんか。おい、結構上がんのいいじゃん。アイテムはもう、あ、なのかな、他ゲットできないのかな。セーブしよう。うん、お菓子、お菓子作ろうよ、お菓子。あー、なんで買えないんだろう。あー、なんでダメなのかな。なんでダメなんだろう。おー、マジっすか。あー、ありがとうございます。とっぱら、次小さい方で、今回は金で現金のやつだと思われそう。あー、いや、大丈夫かな。なんでダメなんだろう。このダメなの理由がわかんないんだよな。トレーニングが足りてないとかってこと？そんなことある？ピザを食べる。あ、ピザを食べよう。のび太何してんねん。あとどうするかね。あ、射撃を決まるのび太くんでしょう。いや、のび太くんだけのび太くんだけハードになってちょっと笑うわ。ライムで遊ぶ、どんどん遊んでった方がいいのかな。みんな違うのいいよね。かわいいなあ。もうかわいすぎん。どうしよう。
ういうのあれかな、どんどんやってた方がいいのかな、多分。ほい。青と緑で違う、何なんだろうな。けん玉をするで、青と緑で違うの分かんないな。足でやるって天才すぎるよね。これダメ、あー、すでに実行中だって。食材探しに行こう。どうしよっかな。だ、まだ取れないのかな。オッケー。あー、でもそっか。あー、いや、でもオンにしといた方がいいか。オッケー、いける。お、町の逃げ場が高まった。いいね。なんだこういうのは、どんどん活用していかなきゃ。活用って言い方変かもしれないけど。あー、探査力が足りないって。マジか、探査力が足りないと。そう、あー、でもな、前回倒せなかったからな。どうなんだろう。もうボス戦よねこれ、完全に。はい、到着しました。頼む、倒してくれ。お、一発。あー、結構やる。うわー、強すぎなんだよな。お、ナイスナイスナイス。いや、やばい。いや、オッケー、ナイスナイスナイス。おお、だ、オッケー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 、勝利。やったー、邪魔者を追い払えた。待って、ランクアップしないのかな。お餅の元、新しい。でもセーブしとこう、セーブ。今度はなんだ、また大きな本を見つけちゃったよ。今度も不思議な世界と繋がるのかな。あれ、本の向こう側何か見えるような。あー、これはあれかな、ちょっと見たことあるかも。あれよね、あの、右側のさ、ロボットのおじさんとかあれだよね、確か。ドラえもんスペシャルとかで確かあれだよね。すごい語彙力がなくて言えないんだけどさ。あー、35必要なの。感動的だよね、最後。ドラえもんとさ、のび太が大活躍してレースするんだよね。いやー、マジか。あとから、そうだね、30。あー、メニューで OK。 お客さん、おい、食作品。あー、そういうことね。なるほどね。わー、いっぱいいる。心、あー、はい、と抹茶どら焼き。抹茶どら焼き。いや、でもまだ、あー、そっか、セバスとかまだいっぱいいるんだな。この辺いっぱいいるよね、まだ。うわー、大量使用スタート。2商品作れ、あー、あ、そっか、作れるやん。おい、黒ごま。おお、お汁粉絶対うまいやん。あ、得意、ジャイアン得意。ジャイアンの大好物やな。大好物かわかんないけど。新記録。えい。どう？あー、個人的に好き、ありがとう。まあ、一緒。あ、はいはいはい、なるほどね。お餅の棚が。あ、バター。いいな、バター。来る。あー、ドラ焼きできるようになってる。オッケー。うわー、絶対うまい、これ絶対うまい。あー、待って、ダメってこと。いやー、どうしよう。え、待って、担当者に勲章が必要。マジかよ。いやー、どうする。あー、あー、待って、たまにはスネ夫にしとくか。えいとか言うな。いや、絶対うまいっしょ。
いや絶対合わない合わない合わない。これしよう。オッケー設定。おい。お願いします。絶対うまいよ。ドラえもんも食ってる。美味しいね。美味しいよね。お、なんか。あ、食べたいお菓子。こんがりくん。お店に来るようになりました。ありがとうございます。おひぎんどうも。あとどうしよっかな。いや、どうする？こう立てちゃう？え、なんか変な気がしちゃうんだよな。いや、違う違う違う、これ何？なんか新しいアイテムで、どういうこと？なんか新しいアイテムゲットしちゃうんだけど。いや、どうしよっかな。あ、でもこう立てちゃうか。さあ見る。おお、ありがとうございます。せっかくならこれやる。あー、待った待った待った、やめよやめよ、ためよ、待って、ためたいためたい。えい、なになになに、今度なに。あ、砂漠の宮殿だって。あ、行ってみようよ、せっかくなら。誰が行ける。あー、ジャイアン、びっくりマーク出てんじゃん。あー、なるほどね、6で出発。ちょっと、あ、もうちょっと貯めたい気もするけど。予約中。あ、醤油。いやー、あれだね、お餅と醤油であれだね、絶対うまいだろうな。あー、終わっちゃったか。F ポイントはゲットできないかな、さすがに。はいはいはい、報告。あ、いいね。うん、アップしてんじゃん。あー、マジかよ。厳しい。厳しいな。いや、厳しすぎん、罰は。いやー、下がってる評価。待って、これ、あー、じゃあお餅。スタート。あー、当選簿ね。おやおや、私のテリトリーに入ってくるなんて舐められたもんだ。舐めるのはペロペロキャンディーだけにしておくんだら、うまいこと言うな。いやー、これいけっかな、どうだろう。お世話の面白いな。回復精度はいいか。いや、回復結構使うな。いや、回復結構使うな。うわ、いやー、これどうだ。あー、ダメか。あ、頼む、ジャイアン行け、ジャイアン行け。オーケー、ナイスナイス。ギリ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 だったけど、マジで。やったー、邪魔も追い払えた。いや、マジでギリギリやん。オッケーだって。待って、メニューでオッケーって出てるよ。お客さんは？待って。あー、そうか、パーマンセット。あー、これはパーマンセットはパーマンにあげんだな。あー、魅力アップ。これどうしよう、マジ。え、どうしよう、一番高いのにしといた方がいいよね、こういうのって。こういう、オッケー、もうやめとこう。待って、オッケーってか、待って、お菓子は、お菓子お菓子。あ、作る。よもぎにしとこう。どう？おお、うまいうまいうまい。よもぎ餅はうまいよね。いやいや、お願いします。任しとけーって。結構いいんじゃないの？いやー、どうかなー。あ、これ、あー、まあいいか、設定しとこう。やってみよう。やることが大事。
はい、お願いします。どうかな、そこそこ流行りそう。そこそこって言うな、庶民の味方。ああ、お父さんいいね、こうマックスになるのいいね。のびのびすけお店に来るようになりました。ちゃんと乗ってんのいいね。あ、5万もくれた、お小遣いありがとう。いや、これいろいろ買いたいな。待って、他は作る。 OK、 せんべい書いて、せんべいよね。おい、ジャイアン得意なのいいね、お願いします。おお、なんか増えんのいいな。どんどん使ってるけどいいのかな。はい、お願いします。35まで食べなきゃいけないのに、いい感じだって、いい感じだって。新商品、なになになに、あ、抹茶、確か抹茶使えるよね。なんか手紙じゃね。あー、審査に参りました、ありがとうございます。あー、どうだこれ、え、なんでなんで、絵画コンクールの審査以外になくても中止になってしまう、誰か、あー、ジャイコじゃないこれ、誰か助けてー。あなたは、え、ジャイコいないの、え、待って、ジャイコいないのか。あー、で、雷さんで、雷さん確か盆栽の審査員やったことあるはずだから。お菓子作る、いやー、どうしよう。あ、そうだ、抹茶、待って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 、あんこ、 OK、 いいはず。いやー、どうしようかな。いや、抹茶だから高級感でお願いします、静香ちゃん。えいっていうのやめて。桜にしとこう。え、あー、これやりすぎかな、やりすぎかな、どうだろう。お、でもいい感じじゃん。プラス4が最高なんだろうな。いや、最高ではないかもしれないけど、結構いいだろうな。おお、おもてなし。チンプイさん、かわいい。さあ、どんどん行こう。あ、4人用の席。マジか。立てる。ここでしょう。あ、OK、ビー玉。何使うの？待って、ビー玉、ビー玉いる？誰か。20万にしたいな、そうなると。20だ。OK、あげよう。ビー玉好きだもんね。釣り趣味だもんね、パパ。あ、報告。いいじゃん、いいじゃん。お、マジで。OK。もう一度行こう。あー、どうだろう。あ、待って。うん、ちょっと待って。あー、出現してんの。待って、豚ゴリラ出現してんの。待って、のび太に行かせよう。あー、でも豚ゴリラだったらジャイアンに行かせるべきか。誰か豚ゴリラだってって言われそうだけど。あ、どう、あー、どう、あ、合格じゃねこれ。やった、合格、認定受けました、おめでとう。いい店だ、ありがとう、勲章もらった。あー、待って、あー、これはどうしよう。いやー、待って、
勲章だったら、あーじゃあやにしとく、俺のもんだとか言って奪ってきそうじゃない。いやーとか言って、いやーでも最大記録があんなかんのか、いやーどう、あーでもあー伸びたで、低いのから上げてとかいいよねこういうのって。オープンしたばかりのお店なので心配してもらう、お見事でした、ありがとうございます。今後も、ドラノビ戦和菓子店の活躍を期待します。戦でいいのか、泉でって言え、青ありがとう、素晴らしい合格おめでとうございました。今後も挑戦していくと良さそうですね。いや本当ですよ、挑戦していきますよ。あ、なになになに、新しいストーリー、あ、リサイタル開催後なのね、いいな、ストーリーあんの。おいのび太、おいのび太、リサイタルの日の売り上げすごかったな。いや本当な、そうなんだよ、みんな狂ったように買ってくれ、狂ったとか言うな、あまりに衝撃的な歌声にみんな混乱しちゃったのかもしれない。売り上げが上がったのはいいけど、お店の評判下がった、いやもうごめん、それは俺のせいかもしれない。あ、でももう評判戻ったみたい、本当に売り上げがリサイタルか、予想考えただけでも寒気がしてきた。おもろ、おもろ、待って、お客さんアイテム、いやどうする、いや7か、いや7これ上げとこうよ、魅力上げとこうよ、あお願いだって、ちょっと待ってよ、いっぱい来るやん、お願いいっぱい来るやん、うわ6万って、ちょっと待ってよ、あ、持て出せる、あーダメじゃん、でもやばいな、配送センター、配送センターとか作れんの、配送センターとかお店の外にあるもんでしょ、まあやるか、あ小さな木を建築、あどういうこと、小さな木、小さな木、待って立てる、こういうのはさ、もうこういう見れるとこにさ、やっとこうよ、 OK、 お評判143、だいぶ上がってない、え、なんか100倍ぐらい上がってない、あ探して、あー豚ゴリラとこんがりくんがお客さん候補、いいね、いやもうどうしよう、もうでも6万か、もうこういうのはじゃんじゃんやったとこがいいのかな、やっとこ、6万って結構高いな、うん、これなんだ運営、あそういうことか、ランクアップってそういうことか、ちょっと待って、ランク上げちゃっていいのかな、待って未来デパートも行こうよ、あ待って、あ お宝見つけられんの、買ってこうよ、お宝さ、お宝探しカウンター、で待って、ランクアップしようよ、せっかくなら、あ、ま、あ待って、お、あそういうことか、やっちゃおうか、読み込んでます、 ありがとうグッズ。こんにちは、ランクアップしたって聞いて、急いでくれたの、ありがとう。それにしてもこんなに早く星1をつけるなんてびっくりしちゃって、やろう、俺もびっくりだよ。ご褒美を用意したから受け取ったよね、おめでとう、ありがとう。何くれんの、青いろいろありがとう、アンドーンとか、あ柿の木もいいね、わあやった、ありがとうドラミちゃん、ご褒美を活用してもっとたくさんのお客さんに来てもらおう。ほんとね。新しいストーリー。流れ星。ちょっと待って。ストーリーいっぱいあんな。おい、ストーリー。
トムたくさん売れたね。え、てかどこにあんの家。空の上にあるやん。あー大変だな、大変だったな。あ、ドラえもん見て、綺麗だよ。流星群かな、綺麗だね。ねえドラえもん、ドラえくさんのお手伝い大変だけどちょっとだの。いや俺もここ行きたい、俺もここでお手伝いしたい。のび太くんそんな風に思ったんだね。だってさ、僕たちの作ったお菓子を喜んでくれんだよ。すごいことじゃない。うん、そうだね。なんか棒読みじゃない。この星の数くらいお客さんが来てほしいね。うん、そうだね。え、なんか冷たくない星の数ほどは難しいかもしれないけど、これ、これからきっといろんな世界の人たちとたくさん出会いがありそうだね。いや、いいな、ロマンあるよ、マジで楽しみだね。よし、明日も頑張るぞ。こっからが本番って感じだね。おっと、新しいお願いが増えたみたいだ。確認してみよう。おいおいおい、どんどん追加されていくな。いいことじゃないよね、新しいお客さんって。すすってる、しっかりお客さんが増えたわね。よかったわ。本当だね、この調子でどんどん新しいお客さんを増やそうよ。新しいお客さんどんどん増えるかしら、心配になるよね。え、それは、弱気になるなって弱気になってる顔で上が照れてんだよな、おかしいだろって。世界中のアリさんにもお菓子を食べに来てもらうとか。ん、世界中、そうだ、もっと遠くにいるお客さんにもお店を来てもらおうよ。道具出せって言ってるようなもんだろそれ。そうね、それはいい考えだわ。ドラちゃん、ダオナ、遠方のお客さんがお店気軽に来れるようにできないかしら。どこでもドアだろ。それじゃあ、なるほど。じゃあ送迎バスを走らせるのどう？どういうこと？送迎バス、いいね、やろうやろう。そんな簡単に行くもんなの？新しいお客さんが来るの楽しみだわ。喜んでもらえるように頑張らなきゃね。え、そんな簡単に行く？はいはい。あれもう条件足してね、これ。あ、違うか、これは1か。青、未来デパートに新商品が増えました。え、待って、これもう、え、もうランク OK になってんじゃん。いや、どうする。待って、あー、てか買えないやん、そもそも。いや待って、これちょっと我慢しようか。いっぱい増えてる。どうしよう。いや待って、いや待って、やること多くて楽しい。あ、待って、あー、はいはいはい、ちょっと待って待って、やること多すぎる、やること多すぎるって。あー、これどうするかね。もうこういうの解放しちゃった方がいいのかな。お手伝い、はいはいはい。あー待って、ちょっと待って、迷う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 。あー待って、リサイタル開こうよ。どう、防衛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 。いやー、どうだ、失敗してんの面白いな。アンキパン、これはどんどんやってった方が良さそうな気がするよね。うん、なんかどんどんやってった方が良さそうな気がしちゃう。でもみんなうまいよね、一本でもちゃんと狙えてんの。のび太くんはね、異常なの分かるけど。探索増やしてくれ。あ、ジャイアンどこ行ったって。オッケー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 。いや、評判21は、に、待って、評判が21になってる。オッケー。待って、これ評判下がってってるよ。あー、ありがとう。あー、もう一度、あー、どうしよう。
待って、どうしよう。あ、待って、これ隠れて見えないけど、 あれドラえもんの友達じゃない？ドラえもんの片思いしてるみーちゃんじゃない？ドラえもんに行かせよう。 OK、 こういうのもあるんだね。待って、立てようよ、どんどん立てよう、どんどん立てよう。いや、これどう、どうしたらいい、これ。まあ、バス停っぽいからさ、待って、この辺にしとくか。いや、待って、どうしよう。あー、もうダメなのか、最後の、あー、むずいな。待って、めちゃめちゃむずいな。OK。OK、こうしよう、こうしよう、こうしよう。めっちゃむずい。あ、ね、猫を見つけました。空き地に、住み着きそう。あ、もう、もう、やっぱ道作ってた方がいいのか。あ、雷戻ってきました。はいはいはい。どうだった？ただいま。お帰り。おー、25はでかい。え、待って、どうしよう。ちゃんと見てなかった。こっちで。でも40はでかいな。オッケー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 。いや、もうこれって解放しちゃおうよ。お願いします。いいね、いろんなとこが来てくれるのいいな。あれ、どっかに繋がった。ここは昔の日本かな。ロケットがないのに冒険できるなんて夢みたいだ。投げてくれてありがとう。この街を冒険してみるよ。ぜひあのお店にも来てね。これ道がないの作っちゃおうか、せっかくなら。あ、待って、もうやることいっぱい。もてなせるかな。待って、もてなせないよね。はい、送迎バス作っちゃおう。あー、もう、あー、どうしよう、むずい。もてなせる？ダメか。ポンプが使う、あ、ポンプ使えるって。ハビ、やること多すぎ。母ちゃんの機嫌だって。ドラえもん。ちょっと双眼だがんだけど、ちょっと噛んでるよ、噛み噛みだよ、聞いてくれるかなって。もうその顔は嫌な予感がする。ダイアン、どうしたの。ゴーダ雑貨、ゴーダ商店じゃなかった。ゴーダ雑貨店の売り上げが好調らしくって、母ちゃんがご機嫌なんだよ。へえ、いいことじゃない。そうなんだけどよ、あいつらには内緒だぞ。じゃあこの前のテスト、おお、珍しい。ジャイアンが0点取るってたまにあるっけ。バレる前に母ちゃんの機嫌をもっともっと良くしておきたいんだよ。うんふん、それで。あ、ゴーダ雑貨店の売り上げが上げれば怒られないと思わないか。確かにね。いいのか、それはダメだよとか言わないのか。だよな。じゃあ頼んだぜ、ドラえもん。ドラえもんの驚きが起きる。売るもんもっと増やしたりすればなんとかなるだろうが。わかりました、わかりましたよ。もう乱暴なんだから。いいんかいって。あー、どうしよう。待って、もう。いやー、これはまだの、あー、いやー、まだな気がするんだよな。あ、自由に過ごすとかあるの。あ、いいな、お風呂入ってる。ごめんね、静香ちゃん、お風呂に入らせてあげられなくて。待って、これはどうしよっかな。あー、やっぱ柿の種とか やりたいよね。この辺に。この辺に植えたいよね。やることいっぱいあって楽しいな。
これどうする、マジ。え、これもどっかであれよね、テンドグラスなんて、これ座敷に合う？待って、セーブしとこ、セーブ。あとはなんだ、アンドン。いや、むずいな。この辺立つとか、適当っぽく見えるかな。いや、むずい。チョップでしょ。あー、でもなんか一個ぐらい買っといた方がいいかな。あー、おもてなしの費用が、あー、どうしよう。魅力の表現、あー、これ大事な気がすんな。いや、この辺の道具大事だよね。いやー、でもサブで気力が25回復するのでかいと思うんだよな。これにしよう。お願いします。いやー、どうしよう、貯めよう。お客さんでお願い。ないと思うんだよな。待って、これ。あー、プリン作れて、あ、プリンも作れんのか。待って、プリン作れねえんだよな。多分ダメよな。チョコ大福ってどう、あー、多分だよな。待って、もうどんどん作ったらいいのか、これ。あ、改良する。はい。待って、どんどん作ろうか。普通の、いやー、むずい。待って、むずい。待って、開発中しよう。あー、ありがとうございます。あー、どうしよう。あー、もう順々にやってっか。ガリペンさんいるじゃん。いやー、あー、なんかある。あー、そういうことか。あー、未来コインを見つけた。おー、5万でかい。あー、送迎バス。え、送迎バスどこに止めりゃいいの。待って、送迎バスどこに止めないんだ。立てないもんな。待って、立てるかな、送迎バスって。送迎バスってどれだ。いやー、むずいな。え、どうしよう。じゅ、部屋で振るな。部屋でバットを振るんじゃない。チョップか。でも、6。うん、どうしよう、マジで迷うな。まだにさ、この、これが、やべやべやべ、ま、じゃ、まだにこれがわかんねえんだよな。おお、なんか増えた。待って、え、なんか増えたよ。量。まだ分かんないこといっぱいあるな。あー、そっか、食材が足りないからか。あー、そうか。まさらかよって話だな。はいはい。のび太くん、ありがとう。
わあ、また大きな本を見つけちゃったよ。今後も不思議な世界と繋がるのかな。あれ、本の向こう側に何か見えるような。ああ、わかんないな、このキャラ。あ、パーマン。あ、ごめん、嘘だ、わかるわ、パーマンは泣いてるよ。変身前だったからちょっとわかんなかったのかもしれないわ。パーマンの世界が繋がった。ここはどこだ。僕たちの街に似てるけどちょっと違う。不思議な世界に繋がったみたい。面白そうだからこれからも遊びに来るね。投げてくれてどうもありがとう。お、おっと、え、もう早速。あ、あるんかい。津波光雄くんって言うんだ本名。あ、ありがとう。あ、何、全国の、あ、待って、売上ランキング発表された僕たちの店は、え、25位。あ、マジで25位。1位目指そうぜ。これ、え、四つ腰バトってこれしんちゃんのあれじゃないの。あ、ダーツ、あ、ラ、え、待って、ラ、ダーツで決まんの。なるほど、責任重大だね。頑張ってくるよ。マジかよ。おい、おっしゃー、でかい。やった。いや、F ポイント50はめっちゃでかいでしょ。うわ、結構上がったんじゃないの。なるほどな、ヨドバシ。お店で使えるあれやこれやを売ってさせます。生活かかってるのでぜひ買ってください。生活かかってるとかって言われたら、それはもう買うしかねえやん。え、待って、生活かかってるとか言われたらさ、いや買うよ。生活かかってるとか言われたらそりゃ買うよ。え、待って、どうしよう。あ、もう、あ、もうダメなの。あー、5月になっちゃった。静香ちゃん誕生日だって。あー、静香ちゃん誕生日か。あー、作れる。どうか、ダメかな。ダメか、むずいなこれ。いや、いいえ、ちょっと待って、とりあえずセーブしよう。いや、下がってんな。お願いでしょ。あ、待って、あ、いける。あ、招待できる。あ、待って、いける。お店に招待嬉しいな。ご案内お待ちしております。あ、奥の席にしちゃおう。あ、待って、やっぱ高い、高い数字、数字にとどわれる。お願いします。いや、これ、いや、これが大事ってことよね、もう要は。まあ、当たり前なんだけど。いや、ちょっと待って。どうしよう。OK、ここにしよう。うん、OK。あ、のび太くん、OK、お願いします。さあ、お願いします。お、なんかある。あ、関係、あ、関係ないか。あー、使える、拡張する。あ、家なくしてるやんって。いいんかいって。謎の石、え、これもしかして、謎の石って、え、恐竜じゃないの。え、違う、恐竜じゃない。え、恐竜だったら胸熱なんだけど、マジ。ゲイ。あ、待って、マジでやること多いな。あ、待って、コロスケさんを探してるようだ。マジか。あー、そう、もう早、早、もうやること多すぎて早いよ。
ちょっと待って、やること遅すぎ、早いよ。待って、立てよう立てよう、どんどん立てようよ。いや待って、どうしよう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 。いやーこれむず、立て方。いやめっちゃむずいんだけど立て方。いやどうしよう、こうして。いやーむずいな、待って、めちゃくちゃむずいよ。待ってどうしよう。いやー待って、どうしよう。いや、オッケー、待ってね、ちょっと待って、やり方がある。オッケーオッケーオッケー、これでいいんじゃないかな。オッケー、いい調子じゃない。待ってね、どうしよう。あー、そういうこと、重い。いやー、もうやること多すぎるよ。アイテム、あ、魅力どんどん上げてこうよ。いいことじゃん。簡単とやっちゃうなこれ。待って待って、やめよう、中止しよう。あ、待って、あ、どう、あ、どう、お、合格、あー微妙、あー待って、微妙だって。いやーマジか、ダメか。はいはいはい、 ありがとうございます。待ってね、大きい岩とか買う。やること多いよマジ。あ、そうだ、謎の石、これどこに立った、え、謎の石だからダイソーだからここに立った。ドラえもん見て、謎の石って恐竜の卵みたいだね、もしかしたら本物か。やっぱそうよね。まあね、そう見えなくもないかもね、ただの石ころだと思うけど、こういう会話したよね。ドラえもん、のび太と恐竜じゃん。のび太の恐竜じゃん。タイトル間違ってるかもしんないけど。どうしよっか。待ってー、やること多すぎるよ。ドラえもんで。でもいい感じに結構なってきたんじゃないの。いやこれ変だな、やっぱ。お、猫を見つけたって。あー、フルーツどら焼き。待って、やることが多すぎるよ。 お願い、どんどんやっていこう。ピクニックの奇跡を増やしたい。あ、そういうのもあんの。待ってよ。改良しよう。あー、もっと改良、オッケー。こんなやること多いゲームだと思わなかったよ。でも楽しい、楽しすぎる。あ、出会えたって、よかった。軽っ。あ、そうか、もう今活かしてるから。どうしよう。あ、で評判めちゃくちゃ上がってる。
手伝い。いやでもどう、いけるか。わびさびが好みだって。わびさびが好み。わびさびはあったっけ。じゃじゃじゃ、わびさ、お腹、お腹いろいろ起きてるな。ウケウケウケ。和菓子検定いける。いあーでも入り口増設はでかいな。あーお願いします。あー待って、いやここよね。 OK、 お待ちしております。ぜひ来てください。ほい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 。あお、マジでピクニックの行く先。あ、人気観光都市を発見しましたって。あーオッケー。あ、メガネ百科事典。え、メガネ誰かにあげる。待って、お金がなくなってしまう。え、メガネ誰かにあげれる。メガネいっぱいいるな。いやどうしよう。じゃあお母さんで。ゲイビー玉は、あーそっか、ビー玉。じゃあチンプ行くんで。喜ぶかな。落下辞典 OK。 あーはいはい。あーアップしてくれてありがとう。いや待って、これどんどん立てた方がいいんだよね。いや待って、これえ、あーもう迷う。あーいいんじゃないのここ。あーでも隠れ家的でいいんじゃないのここ。あ、なんだ。いいじゃん、いいじゃん。立てちゃう、立てちゃおうよ。待って。あ、ここは足りないよね。なんか、適当になってないって思われそう。あ、ある、ある。あ、松茸？松茸、てかめちゃめちゃ落ちてんな。松茸とかいいの？いいんじゃないの？待って待って。もうちょっと綺麗にしたくなっちゃうな、そう考えると。待って、もう撤去したいな。待って、ここ撤去して、多分また多分なんかできると思うんだよね。違う違う、間違えた。いやー、できないかな。むずいかな。うわ、悩む。いい感じじゃないこれ。アイテム、あ、そう、松茸、松茸誰が、え、誰が喜ぶ。え、松茸誰が喜ぶかな。まずセーブしよう、セーブ。え、待って、どうしよう。誰か行く、いや誰か行けないか。現中だって。じゃあ、静香ちゃんのメロメロで出現させてくれ。あ、道がない、マジか。道がないのは困る。
あ、でも芝、あ、どうなん、ダメなのか。あ、でもいいんじゃない、いいんじゃない。あ、でもいいんじゃない。あ、一日お疲れ様です。あ、売り上げ伸びてない。あ、でも結構伸びてない。あー、そうか、コロスケ忘れてたわ、忙しすぎて忘れてたわ。いやー、どう、あー、ここにしよう、ここにします。お、誰か来た、おばあさん。そうですよ、そうそうそう、ここがそうです。え、待って、大福って言ったよね。あ、どうぞ、おすすめしました、お願いします。どう、いや、え、でもどう、どこあげるべき、どこあげるべきとか言って、でも40とか、あ、でもいいんじゃないの。あ、やべえ、連続で開けちゃった。いや、迷うな、いや、いっぱい開けなきゃあんのが迷うな。あ、でも OK、 1桁はやめたいかな。やること多すぎてあれだな。お客さん、お願いある？あー、やったもんな。木製パー、あ、パーティションがお店にあると。 OK、 やるか。お金も全然なくなってきてるけど、いちご欲しいな、そうなると。え、ランクアップしちゃう？え、ランクアップしちゃった方がいいかな、こういうのって。どうなんだろう、わかんねえな。はい、こんにちは。あー、こんにちは。ランクアップしちゃって聞いて飛んできたよ、ありがとう、いつも来てくれて。みんな頑張ってくれて死んだけど、予想以上の活躍ね、すごい。今回ももちろん、ご褒美用意してあるわ、おめでとう。おー、道のタイル地面と、シェードランプ。はいはい、ねえねえ、僕たちのお菓子の美味しさってよそのお店と比べてどうね。いや、もう世界一でしょ。よそのお店と比べてか、考えたことなかったな、考えたことなかったな。まあ、美味しかったらいいんじゃない。のび太はのんきだな。のんきだからいいんだよ、世の中にどら焼きなんて山ほどあるんだと。まあな、し店とかいっぱいあるだろうしな。もしよその店の方が美味しいってことになったら、お客さん来てくれなくなるかもしれないぜ。それは困るよ。もういちいちなんか動きが可愛いよね。それで今のところ僕たちのお菓子はどうなの？よそのより美味しいの？美味しくないの？いっぺんに聞くなって。美味しいって感覚は好みはあるから、よそのお店と比べるっていうのはなかなか難しいんだ。それならコンテストで優勝してみるのはどうかしら。コンテストとかあんのか。よそのお店と比べて美味しいかどうかプロに判断してもらうのよ。おお、いいじゃないか、やってやろうぜ。どら焼き協会のお墨付きをもらうようなもんだから、お客さんも評判が上がりそうだね。ただし、もし優勝できなくても僕たちのお菓子が美味しくないってことはじゃないんだからね。確かにな、負けてもあれで落ち込まないようにってことよな。それだけは忘れないでよ。もちろん。よし、じゃあコンテスト優勝目指して頑張ってみよう。お、増えたのね。あは、やることいっぱいありすぎて楽しくなっちゃう。楽しいんだけど。あー、さすがにできないか。品質の高いお菓子、あー難しそう。品質の高いお菓子ってどう、
どれ買える？金ねえんだよな。お金ねえんだよなって。いやでも多いな。いやーど、いやどれがいい、どれがいいとか言って。豆腐多いな結構。お、なになになに、あ、小学生、あ、給食に和菓子いいですよ、もちろん。え、でも給食の和菓子っつったら、え、どれだ。え、でもやっぱどら焼きじゃない、おすすめだよね。あ、審査員来た。あ、もう結果発表。あ、え、なんで、あー、そっか、席撤去しちゃったんだったわ。どうだった、席撤去しちゃったんだったわ。全部忘れてたわ。撤去撤去しちゃってたんだったわ。何やってんねんって話だけど。忘れてたわ、席撤去してたの。なんでとか思って、そりゃそうだわな。OK。はいはいはい。ああ、そうだ、すみれちゃん、すみれちゃん。星のすみれちゃん。よくの、あの、ドラえもんのあれだよね。本編出てくるよね。はいはいはい、その様子を見ると、ああ、イベント開催されてます。あ、トレンドになってんの、すごくね。あ、価格はプラス80って結構でかいじゃん。ありがとうございます。おお、頼む、合格してくれ。あ、はいはいはい、いやー、やること多すぎて。いや、メガネだ、誰にあげた方がいい？先生にあげちゃう？お願いします。はい、どうだった？ダメか？あー、ギミー、え、あー、1点足りないってことこれ、多分。あ、一点足りねえな、今の、絶対。はい。いやー。あー、はいはいはい、どうだった？どうですよ、テレビで報告会って。あ、でかい。ありがとう。プラス80はでかいな。え、小学生から5万って、ちょっと、え、なんか胸が痛むんだけど。拡張する、あう、あるやん。漏れてたお宝発見。うお、空飛ぶ車。あ、これちっちゃくなれるやつだよね。ティスカちゃん体内に入ったやつじゃないの、違う。あ、まだあった。あー、これやることを押しすぎ、楽しいよ。でもこれどう、また作れる、あー、作れねえか。え、栗とかダメってことなんだよね、おそらく。ダメ、あー、ダメか、むずいな。よしよし、レビューしよう。うん、むずいな。はい、じゃあまあでも時間もいい感じなんでね、今回はね、この辺で終わりたい。でも終わろうと思うとなんかイベント発生しそうなんだよな、このゲーム。どうだな、うわ、いっぱい来た、3つ子ぐらい来た。
でもこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録高評価よろしくです。青だと思った。 OK。 はい、ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしく。